はい、どうも大いです。ええー、というわけでですね、本日もですね、独断と偏見と科学的根拠をベースにですね、解説していきたいと思います。本日のテーマは。 捨てられないと人生台無しになるものトップ5ということでまあねやっぱりもねなかなかねあの捨てるっていうのは難しいものなんですよ人間っていうのはこれ別に皆さんが悪いわけじゃなくて人って自分が手に入れたものの価値を高く感じるようなこう心理的なですね習性があるんですよだから一回手に入れちゃうと捨てられなくなっちゃうんですね例えばじゃあレンタルのもんだったらまあもう飽きてきたしレンタルやめよってすぐ僕らできるじゃないですかでも物を買ってしまうと買う前よりも買った後の方が、まあ、愛着みたいなイメージですよどんな しょううもももないもんでもないででんんかこう気に入っちゃうんですよね実際そういう実験があって買う時の値段よりも自分が一回買ったものを売り払う時の値段の方が人間ってこう高く値段をつけたくなるんですよねっていう姿性があるぐらいなんでやっぱり捨てられないのが人間の差がです。ところがじゃあ みんなとと違うことができたら成功しますよねつまりみんなが捨てられないものほど捨てれるようになるといざとなったら捨てれるようになっておくとこれ非常にですね成功するわけですよ。というわけで今日はですねそんな捨てられないと人生台無しになるもの,のトップ5を、えー、アルマン・ルソーシャルム・シャンベルタンそしてですねジブリ・シャンベルタンカズティエ、えー、ですねもうジューシーといえばアルマン・ルソーと呼ばれているです、ね、ぐらいですねもうあの素晴らしいワインを飲みながらやっていきたいと思います乾杯第5位第5位はものです。 はいまあ、これはまあミニマリストとか流行ったんで皆さんご存知だと思うんですけれども実は僕らって所有しているものが増えるもっと言うと自分が所有していてかつ自分が管理しなくてはいけないものですねあれどこにしまったっけみたいなあこれここに片付けないとみたいなそういうものですこれが多くなればなるほど決断力とか注意力がどんどん欠如していきますちなみになんですが寝室だけはですね皆さん寝るところだけは物をなくしちゃったほうがいいですベッド以外なくすぐらいの勢いでやったほうがいいですなんでかというと寝室に物が増えるとその物にですね注意が取られちゃうせいで でなかなか寝れなくなったりとか睡眠が悪化するということが分かったりとかしてるんですよで当然リビングとか自分の仕事とかにですね無駄なものが増えると、まあ、特別な才能を持ってる人を除くとストレスが増加しちゃったりとかして、えー、意味がなくなってっちゃうわけなんですねだから是非皆さんもですねものを減らすということを意識するといいですただとはいってもなかなか捨てられないという方いらっしゃると思いますそういう方はですね一応僕昔片付けの,あの心理学のです、ね、本を出してまして、まあ、そういうの概要欄の方に一応入れておきますので見ていただいてもいいですしもちろん D ラボでも解説してるんですが YouTube だけを見てる方のために一つだけいいテクニックをご紹介 するとですねアプリとかデータ いいわゆるる画像とかみたたな捨てた後復旧できるもの、まあ、例えば iPhone とか、ね、Android に入ってるアプリなんか捨てたってもう一回ダウンロードすればいいじゃないですかそういう捨てた後復旧できるものを捨てまくるっていう練習をしてであこれやっぱ必要だったわって戻すってことができるのでそういうふうに捨てても復旧できるもので練習しておくっていうのは結構いいテクニックになりますの、ね、でやってみてくださいあとは僕が常日頃から言い聞かせてるのは物ではなくですね弱さを捨てるというふうに考えるとそうすると物って捨てられますやっぱりこのものを取っておきたくなるって自分の弱さだよねとでこの弱さを乗り越えるために今こそこの物 物を捨てなければとだから所有物は弱さなんですそれを捨てていくと、はい、もちろん捨てちゃいけないものもありますよ当然ですけど僕のにとっては猫だったりだとかそういう絶対大事なもの捨てるかどうか迷わないものは捨てる必要ないんだけど迷うものはそれってものが大事で捨てれないんじゃなくて要素があるから捨てれないのでこれは覚えておくだけでもだいぶものが捨てるようになると思います続いて第4位第位位は 常常識識でですすはいいって怖いんですよねあの僕らってねなぜか常識にとらわれるってよく言いますけれどもでも常識にとらわれてる状態って人間って安心しちゃうんんでですすよだから抜けれないんですねみんなと同じは今までと同じっていうふうに僕はいつも言ってるんですけど周りのみんなってやっぱり常識常識って言うじゃないですかでも皆さんの周りの人間の常識と世の中のいろんなグループの常識が合ってるかって言ったら全然違いますよね。 でもほとんどの人が自分の周りに、ね、いい人がいないと自分はこんな空間から脱出したいと思ってるのにみんなと同じであろうとするんです常識に関してはそれじゃ今までと変わらないからだから常識を捨てていかなくちゃいけないわけなんですね特に自分が積み上げてきた常識と自分の周りの人で共有しているて特にその周りの人の集団から抜け出したいんだったらその常識を捨てなければ人生って変わらないわけなんですよねはい、えー、なんでぜひ、ね、皆さんの常識を捨てていきましょうと、はい、もちろん犯罪は犯さないレベルで常識捨てていくのが大事ですよってだけの話なんでね、はい ちなみにでもね僕の好きな言葉があって常識って何かっていうとですね常識はかつての非常識なんですよ。常識はかつて異端者だってあいつは頭がおかしいって言われた人たちが作ったもんなんですね。それで時代って変わっていくのでだから皆さんもですねそういう人間になりましょうということで要因、えー、させていただきました。では続いて第3位は後悔です、はい。後悔を捨てるってなかなか難しいんですけど過去の後悔にとらわれる人って前に進めないんですよ。後悔の正しい使い使方はね 未来の後悔をすすることです過去の後悔を考えるんじゃなくて未来このままだと自分が後悔するなって思うことを考えて紙に書き足してください僕これね毎月やってます未来の自分が今の自分を見て後悔することなんだろうなって考えるんですよ例えばもっと筋トレしていけばよかったとか人によってはねあもっと暴飲暴食やめとけばよかったもっと勉強しておけばよかったって多分後悔するだろうなわかありますよねそう実は未来の後悔を考えると今の自分変えられるんですよ 過去の後悔を見ても今の自分は変わらないところが悪い方向に行っちゃうんですね。過去にとらわれるので。でも、未来これ後悔しそうだなを想像するだけで行動力がめちゃくちゃ上がって人生変えられるんで、これはぜひやってみてください。はい。というわけで第3位でした。 続いていきましょう第2位,です第2位人間関係です、はい、人間関係ってやっぱねすごく大事なんですよハーバード大学の研究とかを見てみると人間の幸せを決めるのって結局地位でもお金でも名誉でもなくて人間関係だよねっていうふうなことが分かったりしてるぐらいもう人間関係だけで人の人生って決まりますただほとんどの人間がでも人間関係をしがらみとか、えー、人と付き合うの面倒くさいとかって言って探るじゃないですかこれは何がですねあのいけないかっていうと自分の生き方を決めてないからなんですね 自分の生き方を決めないと必要な人間関係がわからないです必要なな人間関係がわからないと当然不要なしがらみとか皆さんから何かをこう吸い尽くそうとしてくるテイカーっていうんですけどねいろんなものを奪い取ろうとしてくるようなそういうやつらが集まってきちゃうんですよだからまずは自分の生き方を正しくなくてもいいですとりあえず決めてください決めて この人間関係は自分が楽ししくく生きていくために必要だし自分も相手にとって必要な存在でいられるって人とだけ付き合うようにするんですよ。こうするだけでもう人間関係があっという間に綺麗になってハーバード大学のですねその研究で言われているように人人間関係がが生を決めるという意味がわかります僕もやっぱりあの捨てられないってどういうことかっていうとあこの人間関係も大事だなこの人間関係も大事だなみたいなょっと発泡美人になっちゃったりとか自分にとってかけがえのない時間をですねどうでもいい人に使うようになっちゃうんですよ。ででもそれれを切なないいんですねなんでかっていうと生き方決めてない からどう生きたいかっててことを決めてないからはいぜひ皆さんもですね生き方を決めてみましょうと自分の生き方の決め方なんかわかんないよって方はあの D ラボであの価値観リストっていう放送があって自分の価値観をですねこう掘り下げる放送があるので、まあ、一応概要欄の方に入れておきますのでその辺見ていただくと生き方決めれると思います僕もやっぱりこういうね放送したりとか本読んだりとかあってもうこの生き方でもう決めちゃおうっていうふうに決めてからは本当に人間関係綺麗になりました。嫌な人と 嫌だけど付き合ってるって人ってもう僕完全にゼロですからはいでもそれは別にお金が儲かったう々ぬんとかそういう話ではなくて決めなかったらいつになってもお金稼いでたりとかさすごい地位高くてもさねなんかめんどくさそうな付き合いばっか抱えてる人いるじゃないですか生き方を決めるのが先なんでぜひやってみてください、はい、では最後第1位ですはい第1位が一番難しいちなみにこれは僕も捨てきれてないです第1位はですね思い込みですはい バイアスとも言いますね人間ってあのなるべく脳を省エネにしていけれるようにするためにバイアスこういう時はこうみたいなこれが来たらこうみたいな。 まあそういういう思い込みというかパターン化して物事をですねえ考えるようになっちゃうわけなんですよでこれ大人になってくればくるほどこの思い込みとかバイアスが溜まってっていい方向に働く場合もあるんですが年を取れば取るほどですねこののババイイアアスス中でででももにたななないいを捨てていかないと何もできなくなっちゃうんですねだからまあね「老害老害」ってよく言われたりするようにあんまりよくない言葉ですけどありますけどあれはバイアスがもうどうしようもないぐらい溜まっちゃってるそのバイアスのゴミ屋敷に住んじゃってる人なんですよああいう人たちっていうのは。だから新しいことに対応でき できないし、他の人の言ってることとかも受け入れられないわけなんですね。ただ、僕らも放っておくと、このバイアスがガンガン溜まってきます。だからこのバイアスをですね。いかに捨てていくかってことが、実は人生で何歳になっても成功する人、何歳になっても成長できる人、何歳になっても若々しく楽しくやる人の特徴だったりするわけなんですよ。ちなみにこのバイアス10代でも十分溜まりますからね。はい、10代後半になったら、かなりのバイアスに晒されてると思った方がいいと思います。はい、やっぱりこの思い込みを脱却するためのですね。経験衝撃的な体験をしたりとか、いろんな人と会うとかってことをしていかないと。 難しいわけなんですね。 とはいえやっぱりバイアス出るの難しいと人と会うのめんどくせえという方はですねご安心ください今日の動画の続きにですねバイアスを取り外すためのですね捨て去るための方法をまとめてた動画があります人間関係から投資判断にまで使えるペンシルベニア大学式12のデバイアスバイアスを取るっていう意味ですねデバイアスガイドガイアルのにですね動画ありますのでよかったらこちらも合わせてチェックしてみてください本当バイアスなくなるだけで自分がいかに思い込みに振り回されて損をしてたかってことが分かると思うのでぜひバイアスから捨て,てみてはいかがでしょうか というわけでまた次回の放送でお会いしましょう続きは概要欄コメント欄の方から D ラボでお待ちしてますバイバーイ